はいどうも、僕やちはこんにちはこんにちはこんにちはですマリキーですヨシですカズギャンですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします。ちょっと最近ね、はい、問題ですよ僕やの皆さん、ちょっと問題です、はい、濃すぎです、最近ちょっとちょっと内容が経緯になってますか。そうなんですよ、もうこれは濃すぎたでしょ、前回ちょっと前回これだって4人がかりで1時間半かかってましたもんね。ね、すごいかかって、もうケインの館っていう名前にしようか、これケイン商店街ケイン濃すぎ分かるかな、今の子たち分かるでしょ、パラクモリーですよいや、絶対分からんでしょ、それファイト一発のケインコスギ筋肉番付がないから分かんないかな。ファイト一発もだって若い時やろ。そうですね、なんかコスギブラマヨになってまうなまあ本日はですね、そうだそうだ、師匠さんの、はいはい、選別大会でございます。お、師匠ガチャですね、いわゆる師匠ガチャ大会でございます、本日は。およほんで多分下手な村人近づけるとあかんと思われますので、はい、ちょっとこっち来ていただきたいところがあって、はい、あ、これはいい、あ、これはこれは必要だな、あぶね、島送りするとかやった。あれ何あれね、あ、これ団子悪い話をしてんのよ、団子。あ、団子してるんですか。団子を企ててで反乱を起こそうとしたんですね、これ。うん、そうそうそう、矢印みたいな形で吸引と矢印、矢印、ほんとっすね、反乱軍だ。そう、反乱軍なんすわ。でもドラウンドとかわかんもんね、ここ起きにくいっすね。だから多分大丈夫だと思いますので、まあ、本日はね、はい、こちらのことは忘れてちょっと忘れるならなんで見せたんすか。収録の裏でこういうことをしてましたよっていうカズクラの、なるほど、紹介ね。うん、ほんでまあなんかめんどくせえなと思ったらどんどんあっちに送っていってくださいわかりました。ボートの上の住み心地最高なんで大丈夫です。ほんなちょっとみんな自分の家でちゃんと。あ、すごいなここ。おーめーな、ちょっとおーちょっとおーらのベッド、おーどけ。じゃあ頑張ろうよし頑張ろう力強い。いや今日ね、なんか一番いいのを出したら焼き肉を持ってとかなんか言おうとしたけどいけないな。やったいけないな。やったやった、こっちだって3人いますからね。いけない いけないって言って、あ、もうそれは家焼肉をするので。なるほど、はい、郵送して、郵送あーネットで買って送ってもらうだけ、いい肉を送っていただければ。あーなるほど、そんならいいね勝手に焼きますよとね。これってここからペケって外した方がいいってこと、これもうペッペキペッて。あ、そうですね。あ、ごめん、あ、おっす、あ、カズさんちょっと今ので高くなりましたよ。値上がりしますよカズさん今多分。マジで値上がりするかな。あ、ほんとだ。そうでしょ、いらんしお前の水中国油なんていや、わかんないです、これ置き換えてまたレアなやつになったら。いらんしお前のことなんか殴るとあかんのやん。そうっすね。え、これさ、今から、まあ、試食ガチャを、まあ、していこうと思うんですけど、これどうやって置き換えるのこれ。確かにそうなんですよね。どこれ、出入り口作らんとあかんよね、裏的にかどっかにトラップドアで開けるみたいな、ね、だからやっぱまだ下ろしちゃダメでしたね。ね、作らんとあかんよね、カチャカチャっていう。エンダーマンがおるなんで中におる。エンダーマンと目が合うと、エンダーマンと目が合うと、ヒー助けてー、アンパンチ。うん、去ったか、去りよった。赤さー、後ろ後ろ、終わった。おー、ナイス。なちゃんとこれ出入り口ちょっと作りますか。はい、エンダーパールで行けば中入りますけどね。エンダーパールはか、こう状態で入れば無理やり入りますけどまた難しいこと言うじゃないの。いや、できるよ、エンダーパールいっぱいあるよ一応。マジ、これを3等分すればいいか。じゃあ4等分か。うな、試食ガチャ大会ということで、えいえい、今ちょっと名札つけてっていいかい。名札今ね、修繕さんとかもいらっしゃるんよ。あ、いますね。あ、そうか、いる、うん、いる。はい、みんなにも看板支給するんで、本日はいい方々をね、ちゃんと作っていってください。はーい、あ、いた、修繕さんいた、修繕さん。偶数だからどうつけよう、どうすればいい兄貴、2枚つけとく。カズさん、道が汚くなりました、カズさん、そこだと。あー、上の方がいいんかな。あら、汚なったわ、汚くなりましたね
こういうことかな。修繕めちゃめちゃ広い読みにき読みにくわ、まあ、かるけど、まあでも修繕と今いるのが、はい、ダメージ増加4、効率強化5はこれいいね。あ、めっちゃいいやん。え、 5? めっちゃいいやん。すでにこれはめちゃくちゃいいよね。これはもう確定、 確定だよね。これ確定。え、難しいの来た。かけとくわ。水中呼吸さんもなかなかだよね。あー、いいですね。カさん、シルクタッチ。え、これ、はい、こっちもシルクタッチだ。どっち安い、どっち安い、どっち安い。こっち18。こっち18。当日15。あ、じゃあこっち。あ、じゃあ安いじゃん。こっち、はい。シルクタッチ。これ左にシルクタッチって書いて右に個数書いたらどうですか、エメラルド。あ、なるほど。やっぱ天才と。付け替え。全員付け替え。あと欲しいのが耐久だね。あー、はいはい、そうですね。ちょっと早速これでブシューって入らせてもらうわ。はい、入るよ。飛行して入るよ。え、これ兄貴難しいよこれ。あ、そっち、あ、そういうこと、うん、あ、そういうこと。めっちゃ目覚めてる。行儀悪い。こんだけ、ほら、あー、すごい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 。で、泳いで入るみたいな。あれ、小道にできんのじゃねえ。僕できないですね、なんか。小道にさんできんよ。なんでそんな嬉しそうなの。できん。なんでそんな嬉しそうなの。え、嘘でしょ。いや、できないな。嘘でしょ。兄貴見せたれよ。斜めにやると入りやすいよ。兄貴見せたれよ。ほら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 、兄貴得意に。斜めに。あ、来た来た来た。ようこそ。ようこそようこそ。ガチャ行きまーす。はーい。はい。無職なの？あれ、なんか時間的なもんかな。これ夕方過ぎるとさ、あかんかったりとかあるよね。あー、そっか。あー、確かに。か、働き間なのは昼間なんですよね。あ、やっぱ今就職から外れんわ。職を失いたくない。ちょっと私いくつか持ってますんで、初見代どうぞ皆さん。あ、今夕方じゃない、本当に。寝る？一旦寝てから。一旦寝て、そうね、そうそうそう、やっぱ夕方の時間ダメなんよこいつら。ちょうどお昼ぐらいやっぱ初見代の差はあるから。そう、普通の人と一緒、この村人も。ちょっとまた寝てるわこれ。すや、あー、よく寝た。さてさてさて、では行ってやりましょう。どうどう、食から放たれた。放たれないな。もうちょっとかな。あまりにもこの建築が素晴らしすぎて食から外れんくなったんじゃない。だとしたら大失敗ですね。大失敗だよ全然こいつら紐付けが失敗する。いや、そんなことはない。時間のせいだ、時間のせい。まあ早朝やで、こいつらがする。一旦ね、もういらんとこのやつはもう。あ、無職になった、無職になった。あ、解除されてる。チャンス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 。来た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 。ほらね。いや、そうそうそう。誰が耐久を先に引き当てるか。あ、シルクタッチ15。安いけどな。あ、違う。10。え、これ13？ 10 だ。え、小道に 10？ 10 に見えますけどね。違うのかなこれ。僕今一回殴ったかなんかで15になってるんですよ。あ、10だ10。安いだよね。コミチンのそれ、うん、採用。ありありあり。採用。さあ、焼肉候補やで。コミチン1ポイント。こっちも来た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 。ドロップ増加3。おお。これ来たっしょ。パンさん、無限はどうすか。無限。いらんよこんなもん。いらんすか。厳しい、うん、釣りだって。いらんよ。でしょ。なるほどね。これどうせレベルアップさせた方がいいかな、年には年後で。ああ、そうですね。先にこう、うん、変わっちゃいますもんね。神がね、そんなないんだ。買ってくるわ。やべ、この時間にちょっとうちは目立たない。サトウキビ狩りしてるから今こっち。なんで？あ、レベル連れてか。レベル上げとかんだからやろ。さすが縁の下の力持ち。いいんだいいんだ。これでポイントが何ポイントがうちに入っているかもしれないけど。あ、結構簡単にレベル上がる。アンジュズ特攻4。ブー、5ですよ。ブー、てっぺんしか許されんのよ。うん、目指すはてっぺんだよ。新世界や。あ、アンデッド特攻5出たけど草だけ64。あ、でもいいんじゃないですか。あ、いいでしょう。ほんならちょっと固定します。結構重要。あ、耐久2。うわー、ブ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 ーブー、厳しい。惜しかったな。アンデッド、ブー、ブー。結構固定が進んできてるよ。ゲー、入れてくれ。いや、今しかないんだ。あれ、無職にならん。時間帯がもう。うわー、もうすぐこいつなんです。終了時間だ。もう来た。定時やな、定時が来た。あ、定時か。ちょっとこれエメラルドをちょっとコミチンが出してくれた子がまだ成長しきってない子がいるんやん、こっちに。あれ、ちょっと待って、ハイダメージの子がさ、水中採掘になってる、この子。あら、いやすぐやんっていかんすね、やっぱ。あら、うわ、エメラルド10個で攻撃とか言ってるよ、こいつ。これどうするよ、こいつ。めちゃめちゃコストかかるで。エメラルドも多少持っとかんと。あれ、エメラルド今何個あります？ちょっと今、もしかしたらあそこにあるかも。エンダーチェストに。私もエンダーチェストにめちゃめちゃ持ってるわ、そういえば。ガメてそうやな、カズさん、うん、あ、あるわ。みんな持ってた。エンダーチェストどこや。じゃあ、一つにまとめますか。カズさんに、じゃあ、渡しますか。そうしよう。尋常じゃない数持ってるよ、私。
あ、嘘ついた。ないわ。あ、ありがとう。あります、はい。どうぞどうぞ、はい、これ。どうぞ。ビーコンに使ったんだった、前。そういえば。あー、そっかそっか。ビーコンさんに。シルクタッチの人、え、痛い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 、めっちゃ寝てる、起こす、動いたわ起こす寝てる場合じゃねえと、オッケーでーす、ういやったー、入りました、いや意外と楽勝だぜ、え、手見とけ、手見とけ、はぁ、さっさとやろさあみんな、もうさっさとやよ、くネタを言っとる場合じゃないと、おう今日がもう勝負の最終デートなので水中呼吸も固定完了です。効率強化5ってあったっけ、あります、あったよね、64だけど64 49、え、めっちゃいいじゃないですか、安い、こいつ固定する、そうですね、まずは虫特攻5が33でありますよ欲しいだろう、それはなんでしょあ、射撃ダメージ増加5、悪くないね、固定しようよ、小道に、それはあ、耐久2、安いよ、この耐久に耐久にあ、安い、こいつでいいじゃないですか、安いやろ、はい、これ結構破格やろ、え、だって26でいけるってことですよね、2つでいいで16ありじゃないですか、安いやろ、え、最安値じゃないですか、これこんな安いやつ見たことないってぐらい、レベル減るだけで、あれ、足で2が買える、こう、ロっていましたっけ、高いのよ、64の51出ましたよ、高まっちゃっとんな、でもな、あー、そうか、島流しか、得意の島流し、オッケー、レベル上がりました、耐久2のやつ、あ、レベル上がった、はい、上げました、もう、え、もう交換するやつへ抜け、アンデッドトコ、あ、こいつか、こいつ固めた方がいいじゃない、うん、そいつ固めた方がいいやろ、アンデッドトコ5のやつはもうだから島流し島流しでね、はい、将来的にね、これでしょ、うん、ヨシさんがやってくれた、そう、それは島流しで、島流しでね、こいつもそうなんだよな、水中呼吸さん、またまた島流しでね、いやでもこんだけいてもあれなぁね、結構足りんなね、まだまだ欲しいのがいっぱい、まだ人数が足らんですね、まだまだ足りんの、快適性ね、今、ま、距離取るように言われてるからさ、まあ仕方ないよ、3密ダメみたいな感じ、そう、3密ダメだから、とりあえずこんな感じでね、耐久出たということで、まあ、カズクラの優勝ということでありがとうございますコウヤンさんから梅干しいただいたんで、はい、はい、あー、そうですね、新築祝いでね、はい、美味しくいただいておりますのでありがとうございます、もうね、自粛ね、しておりまして、はい、逆に太ってきたわ、なんか、あー、でもそれは頑張りましょうかさ頑張るわ、逆に太った、はい、間違いなく、うん、朝まで残り80ぐらいなんで、はい、81 、また次後編ですね、はい、頑張っていきますので、また概要欄からチェックお願いいたします、はい、お願いします、お願いします、ではまた後編でお会いしましょう、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。